ナラシン派、膝の上にヒラニアカシプ。後ろに、プラフラーダプラフラーダとは、インド神話に登場するアスラである。大ティア族に属し、父は、ヒラニアカシプ、コアビローチャナである。ビシュヌの化身、ナラシン派プラフラーダは、天界を、デーバ神族から奪って、天王も治めた、アスラ王ヒラニアカシプの子であるにもかかわらず、天敵デーバ神族のビシュヌ人を幼少期から、 献身的に進行していた。ヒラニアカシップはこれに激怒し、プラフラーダを殺そうとしたが、ビシュヌを信仰する、あまり加護を得ているため部下は、プラフラーダを殺すことができなかった。プラフラーダは父から死のもとに追いやられたが、ビシュヌへの信仰を続けて下脱したという。別の神話では、プラフラーダは、ヒラニアカシップの命令で自分を殺しに来た人にも、 ビシュンヌの教えを必死に説いたので、その人もビシュンヌを崇拝するようになったという。プラフラーダは、父にもビシュンヌの教えを説き、ヒロマの柱にさえビシュンヌがいると話した。激怒したヒラニアカシップがその柱を蹴った時、突如柱の中からビシュンヌの化身心ならン派が現れ、父、ヒラニアカシップを抹殺した。その後プラフラーダは、アスラの王となって、パーターラに住んだという。 ありがとうございます。